キンタスクは韓国の女性歌手、中世南道画山市出身、ソニーミュージックエンタテインメント所属。2010年11月16日に Because of You リメイクのデジタルシングルアルバムよりデビュー。魅力あるハスキーボイスと歌唱力をもって主にポップロックのジャンルに活躍している。2010年ネットの大国民オーディション番組スーパースター K2 に出場。 その時はトップ11に上がることはできなかったが、当時挨拶で訴える力ある声で、ケリー・クラークソンのビコーズ・オブ・ユーを歌って、審査委員たちや視聴者たちに感動を上げるため、視聴者たちによってトップ11選抜署名運動まで起きるほど異臭になった。その結果ホット異臭賞を授与してトップ3選抜の時、特別出演で舞台に立つようになった。 2010年11月、ケリー・クラークソンの Because of You リメイクをデジタルシングルアルバムで発表。同年12月に韓国の MBC テレビドラマ、逆転の女王 OST 参加。2011年1月24日一番目ミニアルバムザ・ガースト・デイを発売する。発売同時にタイトル曲の1日1日は週刊音源チャート1位になっている。 2011年第1回がオンチャート K-POP アワードソロ部門新人賞を受賞し、2012年10月には、まもなくフルアルバム一周、6金を発表した。その以後、サドンリー、ドラマティック、驚きます。一人だと思わないで等の OST に連続に参加して、一人だと思わないでは OST 部門チャート1位になった。ネットから毎年実施する。 大国民オーディション番組にで2011年には、スーパースター K2 の名前で行った。ウィキ、韓国語スーパースター K2、パークヤングワン、マネートゥテイ2011年3月3日閲覧、チョンヤングさん、TV ダリー2011年3月3日閲覧、リーミヤング、K2、ニュンムルジョインス2011年3月3日、閲覧、キムキュール。 K211 マネートー2011年3月3日閲覧キムキュウルヌンムル K2 マネートー2011年3月3日閲覧チョン・カングジン K2 リベスター2011年3月3日閲覧シンフン・ジョン K2 ビコーズ・オブ・ユーメディカル・トゥデイ・マイスター・ニュース2011年3月3日閲覧キムフン・ロックに OST マネートゥデイ2011年3月3日閲覧。ムンヨンベイ、アジアトゥデイ2011年3月3日閲覧ソ、ヒョンジンガオンチャート、K-POP アワード受賞者決定。マイデイリー2013年9月24日、閲覧本営ヒョン、OST1、トップスターニュース2013年9月24日、閲覧、サンミギョニ、ヌンムル、TV デイリー2011年3月3日閲覧。 ソングジェイオン、イシューデイリー2013年9月26日、閲覧。キムギョンミニッツ4-1、アップ汚染2013年9月26日、閲覧。ありがとうございます。